伝えたいことしかないのに、何も声が出なくてごめんね。僕は毒虫になった。そんなに興味もないと思うけどさ、時間が欲しいので今度は手紙をしたためるとしようか。不甲斐ない一日を、今日も始発の便に乗って、歩くしかないのに、うまく足が出なくてごめんね。アベマが咲いている、眼下の街を眺めている、窓の山のひどく小さな歯虫を作って押しつぶしだ。地下の風になびいた白穴の今日も綺麗だった。旅客車に載ってない心情は一人な日の街を見殺した。地下の風になびいたあなたの髪が思い浮かぶんだ。きっと深い将来あなたは人を嫌いになって、僕は人になっていく。僕らは
でなくて